はい、ちょっとこれ今ガチで緊急動画撮ってるんですけど、でこのメンバー見てもらったら分かるんですけど、これネクステなんですよ、このメンバー。でちょっとミッキーとラファさんはあの田舎にいんですけど、今日ネクステの撮影をしたんですよね。ことの経緯を話しますと、順番にして動画を2本撮ったんですよ。でネクステって週4投稿なんで、あの週1回の集まりで4本撮らないといけないんですよ。で俺らも家帰ってめっちゃ考えてて、でもなんかこれ週4本本当納得いく動画撮れないなっていうのになったんですよね。でさっきガチでリアルに2時間ぐらいずっとこのカメラの外で結構普通に話し合って真剣に、それでいろんな話どんどんこう言っていく中で一つの結論にたどり着きました。これはもう僕がこう独断で決めたというよりも、まあ、結構全員で話し合って全員がそれがいいんじゃないってなったというか、もうそれしかないんじゃないかってなったので、急遽動画撮ってて、これミッキーにもラファさんにも何の相談もせずに今動画撮ってます。でもそういうチャンネルというか、まあネクテってそういう集団なんで、で俺自身ももう絶対これだっていう風になったんで言いますね。ネクステチャンネル終わります。はい、どういうことかというとですね、このメインチャンネルにもう一回戻ります。よーもうこれ本当にガチで今日決まりました。さっき決まりました。さっきね。だからこれからネクステのチャンネル460万はい。ネクステもう一回戻りました。力が増しました。よーし、あのね、これね、ちょっともう、ちょっとの順番に、説明していきます。ちょっとね、順番間違ったりとか、もう本当に今これアドリブで撮ってるんで、勢いで撮ってるんでね、あれなんかも見ないですけど、まず、問題なかったのが、何個かあるんですけど、まず1個。動画を週4本、1日で撮るのが、めちゃくちゃむずいっていう。まあ、むずいっす。むずいし、ネタもきつい。で、やっぱ俺らも、体力ってのがあるんで、集中力ってのがあるんで、1本にかける時間が、要は、短くなっちゃうんですよね。4本撮ろうと思ったら。だから、一本一本のクオリティが絶対落ちちゃうっていう。でもやっぱり、その、ファンの人に対して約束してる部分があるんで、撮ろうと思って無理やり撮るわけですよ。で、その結果、数字もやっぱり落ちちゃってるっていう。で、このままいったら、これネクステ多分うまくいかないなっていうふうに思ったっていう。だからまず1個。で、じゃあ、投稿頻度を落とせばいいじゃないかっていう。週2か、2とかにすればいいんじゃないかってなるんですけど、それだったら別に前の形で良くないかってなったんですよ。この前の形っていうのは、まあ、知らない方のために言っとくと、このメインチャンネルで3本に1本ネクステの動画が上がるっていう状態だったんですよ。その時は平均だいたい100万、もう多分超えてるぐらいの再生数取ってたんで、おそらくネクステで一番良かった時はそこだと思うんですよね。このメインチャンネル出てた時。それだったら、もちろん、なんかチャンネル変えて、言った手前、格好悪いっちゃ格好悪いんですけど、やっぱもうここ前言撤回、もうそれでもいいから、できる限り多くの人に見てもらえる形を取りたいなっていうことで、決めました。他にもまあ、話し合った中でめっちゃいろんな話上がったんで、俺もちょっとなんかもう忘れちゃったんですよ、どんな話したのか。でも結論は、さっき言ったように、ネクストチャンネル自体は、封印じゃないけど、何あげるかまあ決まってないですよね、あれ。もう、残ったチャンネル55万ぐらい登録者いるんで、もしかしたら、サブチャンみたいな、ネクストのサブチャンみたいな、ポジションになるかもしれないです。まあまあ、でも裏側とかね。はい、まあ、ちょっとわかんないですけど、なくして、ネクストの動画の、ちゃんと厳選した動画。本当に僕ら週1回ぐらいしか集まれないんで、でも週1回集まって、1本か2本いいの撮るのはできると思うんです。本当にその1本2本に込めて、それをこのメインチャンネルで出していきたいなっていう風に思ってます。あとね、大型企画っていうのがネクセでもあるんですよ。で、一番分かりやすいと言ったら泥酔旅行っていう、それはこのメインチャンネルに上がってると思うんですけど、結構好評だったんですよ。で、その第2弾みたいなのがネクセのチャンネルに実は上がってるんですよ。上がってます。これ知らない人も結構いるかもしれないですけど、無人島サバイバル生活にやったんですよね。その時にまあすごい規模で行われて、なんだったら泥酔旅行よりも規模大きめであって、でもそれそんな再生されなかったんですよ。理由もまあ、チャンネル変えたってのもあると思うんですけど、やっぱ多分編集が違ったっていう。で、その、結構声であったのが、このメインチャンネルの編集でネクステが見たいっていう人が、やっぱめちゃくちゃ多いんですよね。そう、やっぱ基本的にトークが見やすくて、なんかごちゃごちゃしてない。この若者っぽい編集じゃないんですよね、このメインチャンネルって。でもネクステのチャンネルって、愛中にしたんで、若者向けにしたんですよ。グループといえばこれだろうっていう、そのやっぱ肩にはまろうとしたんですよね。その結果、失敗したと思ってて。やっぱその、この個性が消えちゃってたなっていう、ネクステの良さが消えたのかなっていうふうに思ったんで、それも編集を外注やめて、外注の契約切ります。外注さん、本当にこれでお知らせすることなんて申し訳ない。これで知るこれであ、これで知ります。本田さん申し訳ないんですけど、やっぱり、編集は自分たちでやります。自分たちでっていうか、自分たちの会社でやります。はい、そっちの結局クオリティも絶対上がるし、納得いかない部分もなくなると思うんですよね。なんかその外注したら、いや、なんでここ使われてないんだろうとかってなったんですけど、まあありますめっちゃ。そう、でもそんなんて仕方ないとこもあって、それがなくなったりとかすると思うんで、だからメインチャンネルで今後大型企画も全部出します。はい、てかもう今後ネクステの動画は全てこのチャンネルで出すことにもう一回戻るので、はい、それをちょっと報告させてもらおうかと思います。それにあたってメインチャンネル週5本投稿で、ネクステを週4本投稿するって言ってたと思うんですけど、それも
ちょっと変わります。メインチャンネルを週6投稿、はい、これのみに変えようと思います。収録のうち1本か2本がネクステになるかなというふうに。なるほど、なるほど、思います。まあ余裕があったら週7出すんですけど、一応週7って言ってできなかったらあれなんで、確実にいけるラインとして収録投稿でちゃんとそのネクステの動画も厳選してやっていきたいなっていうふうに思ってます。なんかこれまでこの別れてから僕ぶっちゃけネクストにかける時間が減ったんですよ。正直ちょっとあの投げやりになってたというか、まあ外注に任せになってたんで、やっぱここも自分で完全プロデュースした方が結果いいんじゃないかっていう風になりました。やっぱ自分で力入れてやっていかないとネクスト自体が終わっていくなっていう。こんだけいい仲間が集まって終わっていくことは嫌なんで、皆さんがすればおまたかよっていう変化なんかもしれないんですけど、まあそこは結果で見せていこうと思うので、改めてもう一回ねこのネクスト受け入れてもらえればという風に思います。だから編集ももうガラッと変わるんで、従来の感じになるんで、そちらの方ね、お願いしたいなと思います。今後大型企画やってもね、こうメインで上げれるってなったらもちろん変わってくる。やっぱいやめっちゃ変わるっす。あとその一緒にやってくれる、まあ、みきおだとか相馬さんのチャンネルとかラファさんのチャンネルとっても、僕のメインで上がる方が結果的にプラスなんですよ多分。まあ、まあ、それは間違いないと思うんですよね。まあ、確かに、だって見られる数が違うから。確かに。そうだって絶対にこっちのチャンネルの方が再生数は取るんで、だからそう考えると、まあ、どこ取ってもいいのかなって。まあ正直ね、このグループのチャンネル分けた理由もグループとしてもっとこう完成させるためっていうのもあったんですよ。やっぱグループの動画ばっかりの方が見やすいんじゃないかとかあったんですけど、でもやっぱこのままいってもこのネクステがこのバンっていく時難しいなと思ったんですよね。これ週5投稿とかいけたらワンチャンあると思ったんですけど、結構現実のラインでこれ厳しいなっていう。確かに週1で4本撮るのは難しいけど、その週1もみんな集まれない時がめちゃめちゃ、まあそうなんですよね。多分ヒカルが思っているより多分みんなめちゃめちゃ忙しくて、俺以外、だからやっぱ本当にラファさんも無理とか、小田家とかミッキーもどっちがいけないとかもう多いじゃないですか。俺は全然いけるけど、だからやっぱそこはすごい誤算だったと思うんですよね。やっぱみんないる時に撮りたいじゃないですか、やっぱり。まあぶっちゃけね、まあでもそれでしかもそのまあねメインチャンネルに1本か2本1週間あげるわけじゃないですか。で企画が強くなるじゃないですか。1日1本で1本撮ればいいみたいな日もできるわけじゃないですか、うん、で1日かけれるっていう企画に、うん、それがめっちゃいいっすね。全然違うな、全然違うっす、マジで違う。だ編集にも時間かけれるやん。いやそうっすね。あと分けた時にチャンネルを、うん、ネクストで例えば週4本撮るじゃないですか、みきおだがいないってなったら同じメンツで4本流れるんですよ。確かに。あ、そうなんですよね。そう、確かに確かに。そうですよね。それってめっちゃマンネリ思うし、でもそれを振り分けるほどの余裕もなかったんですよね。確かに確かに。でやっぱ余裕がない状態でネクステやっててもダメだと。で僕はやっぱネクステをやっぱりめちゃくちゃ有名なグループ、圧倒的に有名なグループ、影響力のあるグループにしたいんで、このチャンネルを使っていきたいなっていうふうに思います。投稿頻度自体は少ないんですけど、まあでも TikTok で活動したりとか、それぞれのチャンネルで活動したりとかして、それが集まったっていう。だから実際まあ見かける数自体はそんなに少なくないかなと思うんで、今後ね、ネクステで曲出す予定とかもあったんですけど、それも全部このチャンネルで。よーし、はい、よっしゃー、すごい。まあ、出るチャンネルが変わっただけなんですけど、まあ、これってすごい大事なことだと思うんで。めっちゃ大きな変化っす。はい。まあ、やっぱね、こう YouTube やってたら、A と B の取捨選択の中で、こう、A を選んで、で、後から、やっぱこれ B に戻りたいなって時って来るんですよ。で、大体の YouTuber ってもう戻らずに突き抜けるんですよね。やっぱダサいから。でも俺ダサくてもいいんで、俺は大事なのって1年後どうなってるかだと思うんですよ。1年後にネクステがうまくいかなかったらそれが一番最悪で、1年後うまくいってたら何でも OK だと思ってるんで、正直で。やっぱ言ってもすごいチーム集まったなと思うんですよ。でポテンシャルもあると思うんですよ。あともう見せ方とかだけだと思ってて、それがまあ今回試したんですけど、いろいろまあ2、3ヶ月ぐらい試したんかな、まあ、ちょっと合ってなかったなっていう、僕たちには合ってなかったなっていうことで全て戻します。これも本当にいずれこれが英断だって言われる日が来るように頑張ります。結構これでかいです、本当に。その場はノリで決まりましたけど、いやでも結構真剣な話だったんですよ、マジで。でしかも本当にガチで全員がこのままじゃうまくいかないっていう共通で思ってたんですよ。でもやっぱりそのチャンネル戻そうっては言い出しにくいじゃないですか。で僕はやっぱもうそれが一番だなって思ったし、俺がそれ言った時に結局それがいいんじゃないかってやっぱ全員がなったんですよね。だからもうこれが多分正解なんだと思います、今僕たちには。みんなちょっと薄々思ってたことをね、言われましたよね。でもやっぱ誰もうんとは言えなかったよね、やっぱ怖すぎて。そんだけで前さんとか露骨に目そらしてましたからね。ヒカルがこれ戻した方がええんちゃうって言った時、露骨に目そらしてました。うん、まあね、そうだったそれぐらい大きい決断で、ね、まあ、大きい。でもそれをできるのが俺多分ヒカルだと思う。まあそうですね、正直できない、できないですこれ。大きいし、なんだったら7人揃って撮ろうってやつだもん、ほんまは。いやそうです、なんか撮ってたけど、今の熱量、この気持ちで撮った方がリアルやっていうので、ミッキーとラフさんには全く何も言わずに。まあでも本当に過去のネクステ、まだ相馬さんたち4人体制やってた時のネクステを見たら、やっぱ再生数明らかに違うじゃないですか。大食いしても200いってるの
あるし、ボウリングとかだけでも、まあそう、本ちゃんでも200って言ったらやっぱすごい、悪くない、うん、全然いい数字っすね。でも多分ボウリングを今のネクストチャンネル上げても多分100いったらめっちゃいい方じゃないですか、うん、多分いかないと思うんですよ、うん、だからやっぱメインで上げた方が圧倒的にいいじゃないですか、もったいないっていう、もったいないですよね。あとこのメインチャンネルのリズムもめっちゃ良くなるんかなって、うん、そのメインチャンネル自体もなんかその今集合投稿してるんですけど、うん、やっぱそのネクステのネッカ版みたいなほぼネクっていうのがあるんですよ。ほぼネクですからね。ほぼネク。ほぼネクステージっていう。俺とあの松山さんと名人と前澤さんさんの。あの劣化バージョンあるんですけど、あります。冷静にその動画別にネクステで良くないってでも普通逆なんだよ、ね、そうほぼネクがネクステで、そう本当のネクステがなぜかサブチャンになるんだ。確かに、だから冷静におかしくてじゃあほぼネクチャンネルですね。ほぼネクチャンネル逆なんだよ。ほぼネクチャンネル、だからそのほぼネクみたいなあの劣化ネクステはもう基本なくなります。まあだからヒカルゲームズありますから。そう、そうそう、ヒカルゲームズあるから。ヒカルゲームズ、そうそう。でもやっぱその週5投稿もやっぱなんだかんだやっぱマンネリしちゃうんで、そういうのも挟んでいこうって、あとネタが考えつかない時そこで走りがちだったんですけど、今後はそこにネクステがやってくるんで。なるほど。だからメインチャンネルのマンネリも防げて、メインチャンネル自体もボリュームアップして結果パワーアップするんじゃないかっていう。まあ確かに。あともうメインだけしか見てない人からすれば、週5は収録に変わるんで、もうプラスしかないです。だ簡単に言うと、メインの集合のうちの1本ほぼネクだった枠がこれネクスに変わります、うん、変わってプラスネクスがもう1個増えるみたいな、はい、感じです。素晴らしい。だ何も減らないです、メインチャンネルは。ネクスチャンネルだけを応援してた人からするとちょっとっていう人もいるかもしれないですけど、そこはちょっとね、僕たちの未来のために、まあ、応援してほしいなっていうふうに思います。でもなんか正直ね、めっちゃスッキリしてます今、この動画撮ったことに対して。この喉に詰まってた骨が取れたみたいな。いやマジでそうだね。こっからもう一回パワーアップできるぞっていう、こうなんか未来が見えたというか、うん、開けた感じ、そんな感じしてますねマジで。撮っててやっぱ思ってたもんね、やっぱね、これもっと多くの人見てほしいなっていうのあるじゃないですか。まあ、でもありますね。だからやっぱ無人島とかそう、そうそう、いやほんまにそう、編集が合わないってやっぱあるじゃないですか。ありますね。でもそれもったいないですよね、うん、本当に。前さん今からでも無人島全部ヒカルチャンネルに戻せばいいの。えもう一回編集し直す。前さんが一人マイスリー、あれ何時間もそれやん。45時間ぐらいある。でもヒカルチャンネルってそれを編集できるからな、うん、そう、今までそれをしてもらっとったわけやから、時間かけれるやん。2ヶ月3ヶ月だったらいけるやん。絶対いける、絶対いける。だからもうこれから大きいネタがあっても全部ヒカルチャンネルで見れるし、あと例えば30時間生放送とかやったんですけど、やっぱそれもネクストやるときにやっぱメインにやりたいわけ、できることならね。でこれからはもうメインで全部できるし、もう多くの方に見てもらえる。でしかももうほんまに強い動画、僕らは納得動画だけを出していきます。そうなるとマジで変わる。だって週1本でいいんですよ、やばないですか。なんなら週2本。確かに全然違う、マジで全然違う、全然違う。その時間配分が違う。週2本でいいんやったらやっぱもう気持ちも余裕ができるし、トークも濃くなるし、うん、言ったら企画自体もレベルアップするし。いやそうなんです、それが一番。いやこれはマジでかいと思う。確かに、うん、今日とか本来なら4本目にケチャップバスマヨネーズ大食い対決だった。でも死ぬと思うんすよ。確かに4本目で最後にケチャップとマヨネーズ大食いって無理です。いやもう誰か倒れるんじゃねえかなって、うん、それで1日抑えないと。俺ちょっとそれ嫌でしたもん。、ね、ちなみに亡くなった理由おだけもね。本当に嫌だなと思って。まあ確かに、ね、1日1本だったら許せるかもしれない。まあまあね、そうそうそう、だそれで全力でいけるじゃないですか。はいはい、まあ1日かけてってことですね。そうそうそう、前のネクステの時もやっぱ大食いになったってやっぱ取れなかったから、ブロッキー状態入りますから、うん、やっぱそれは限界あるけど、その分いい動画が撮れるっていうのはあると思うんですよね。だからヒカルチャンネルで普通に大食いするんじゃなくて、もうその大食いしてたらネクステになるっていう感じです。だからもうパワーアップするって感じですね。だからこれね、本当に喜んでもらえる人に喜んでもらえるんじゃないかなっていう、いい変化かなと思うんで、まあ、僕は数々ね、これまでいろんなことを変えてきましたけど、その一つの変化だと思ってください。僕のファン歴長い人は、あ、またかっていう感じだと思うんですけど、もうこんなこと何度も繰り返してきましたから、何だったらネクストのチャンネル分けるっていうのも勝手にやりましたからね。はい、勝手にまた戻す、はい、勝手に戻す。まあそういうやり方ですよ本当に。でもまあその都度その都度模索してるんですよね。まあ確かに、うん、やっぱりその進化しようと思って、うん、うまくいかそうと思って考えた結果ここに戻っちゃったってだけなんで、うん、でもやってみなくちゃ分かんないもんね、うん、もしかしたらこっちの方がいいかもしれないっていう、うん、分けた方がいいかもしれないっていう可能性もあったじゃないですか、うん、いやそれはありました、うん、単純にでもそのチャンネル分けるってこと自体は悪くなかったと思うんですけど、うん、まあ確かに多分撮る時間がないっていう、多分俺らがただのグループ YouTuber で週5回会えたら多分全然違う、何度もでもなかったです、うん、週1回しか会えないっていうのが多分もうこれがきつかったなっていう、現実的にむずいっすよね。 その中でね、うん、
やっぱこういう壁にぶち当たって、もうこれしかないっていう、まあ、いろんな案もあったんですよね、他にも。でも結果それじゃ根本解決されなくないっていう風になっちゃったんですよね。で一番収まりが良かったのがこれっていう感じで、はい、新体制ね、またやっていこうと思います。まあ、メインチャンネル自体がまたちょっと大きく変わるんでね、はい、これから改めてよろしくお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。でこれミッキーとスナホさんはこの動画で知るってことですか？いや、そういうことですよ。俺があのだよね、そのチャンネル新しくするというのを動画で知ったように。さあ多分今日、あ、この動画上がったら連絡来ますね。いや、そうだね。ええってなるよね。どうしたんびっくりするからね、これ。まあ、ラホさんは分かりましたって終わりたい。ミッキーはめっちゃ驚きそう。確かに確かに。ミッキーまたドッキリやと思うんじゃん。確かにね。それは思いそう。はい、というわけで、今回はね、報告大きかったんですよね。今後収録、あ、休みじゃあ木曜日にするか。木曜メインチャンネルの、メインチャンネル休み木曜日です。はい、うん、木曜日以外の日は上がりますね。ネクステはイメージとしては3本に1本ネクステが上がると思ってください。まあ、もちろんそこね、取れる取れないあると思うんで、ネクステが取れない時もあったりとかすると思うんで、ちょっと普通になくなる時とかもあるかもしれないですけど、集中の時もあるかもしれないですけど、基本的にはそのペースでやっていこうと思うので覚えておいてほしいなと思います。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあラスト報告します？一応メンバー。ああ、二人ね。ああ確かに、ね。まあでも確かに。さすがにね。確かに。出るかな。あと隠れてなんですけど、今の報告動画一言も喋ってないですね。あれ、知ってました。うん、知ってた、ね、知ってたんですけど、これがネクセなんで。ああよかった。そうっす。これだからちょっとね、あの、はい、久々の人いると思うんで。やっぱね、あの思ったんですよ、うん。無理にこのグループ感出さなくてもいいんじゃないって。ネクセってそういうのじゃないっていうか。まあまあね。なんかもう本当に孤高の人間が集まっちゃった集団なんで。確かに。なんか無理にいちいち名人に話する人ないんかなって思う。まあでも名人も小さい声で、うん。必要なだけ振ればいいやつ。この報告動画に名人、うん、多分必要なかったっす。名人多分動画見ても驚かないし。確かに、ここになくた、うん、早くて気持ちはあるから、小さい、うん、うなずきをすごいあったりね、うん、だからもうそれでいいんですよ、はい、ありがとうね、名人。え、これエンディングとかなんかその私作るみたいな話出てたじゃないですか、ネクストネクスト、うん、その時はあ、ネクストの時はネクストネクストライトエンディングになった。それはいいやん、それはいいやん、それはいいやん、それはいいやん。オープニングもなんかあるもんな。オープニングもあるもんね。ネクストだけちょっとオープニングが流れたとか、ちょっと特別仕様になります。色がつきますね。そうですね、そっちはいいっすよ。面白いな。じゃあちょっとミッキーに電話しようかな。おもろいな、マジで。確かに、ちょっといきなり400万のチャンネルでやるってなったから、ちょっと引き締まりますね。いや、引き締まる、でも私それはほんまにあるな。俺はもうやっぱそのネクステってだけでちょっとなんかもうなーなーなってた。俺正直なんだったらもう周り生かした方がいいかなと思って、俺出るの抑えたりとかしとったもん。あ、今日の時下北沢とかも俺ほとんどいなかったし。確かに確かに確かに。いなかったでしょ、正直。ずっと探してましたよ。ずっと TikTok 撮ってた。いや、なんかそのいすぎても色が出すぎるかなと思ったりとか、いや、でもそこもあったけど、遠慮みたいな。だから他を引き出せないとっていう。ゴリゴリ行くわ。これぐらい行くわ。やばいやばいやばい。弱肉強食ね。もう弱肉強食したり。いや、まあでもそうっすね。正直。でもそうしてくれたら逆に僕たちもグワー行かないと頑張らなくなるんで。そうっすね。マジで名人、1ヶ月1回も喋ってた。この1ヶ月ネクステ1回も喋らなかった名人みたいな。入る隙すら与えないみたいな。だから名人会話集とか出るかもしれない。あ、もうそれまで。確かに確かに。切り抜きでね。切り抜き、しかも2分ぐらい。短い。1ヶ月で、ね。じゃあ、かけますよ。はい。うわぁ。これ出たら持ってるけどな。この時間出るんじゃないの？あ、出なさそう。ミッキーに電話出るのに出るんですね。折り返し多いですね、ミッキー。ああ、そうなの。じゃあ、ラハさんもかけてみます。そうっすね。多分出ると思う、ラハさん。ラハさん出るよな。もうどっちも出えへんな。まあ、じゃあ動画で知ることになるんすかね。まあそうだね、動画で昔のネクステに戻るってことっすね。じゃあ、いやー確かに。いや、もう完全にな。そうっすよね。まあ、23ヶ月ぐらい出張しとったみたいな感じ。あ、そうだね。そうっすね。別チャンネルに単身にしてたみたいな。帰ってきただけなんで、うん、また本部に戻ってきたね。そうですね。まあでもそっちの方が喜ぶっていう声もありそう。だからそのネクステ別れてから2位になったって人はめっちゃ多い。いや、めっちゃ多いと思います。いや、マジで多い、マジで多い。その編集が見にくくなったっていう。まあそれは絶対。そうそうそう、それはほんまに多かったから。そうですね。だからそこだいぶ変わるんじゃない、うん、もうメインチャンネルと同じ編集だから基本的に。逆に嫌がる人っているの？いや、わかんないですね。いない。あー、どうなんですかね。まあでも確かに新しいもんついてなかったですよ、まず多分。確かに誰も嫌がらんって説あるな、これ、うん。まあチャンネルがなくなったことに対して思う人もいるんじゃないですか。まあね、ネクステっていうのは。
きダメだし、ああ、そうか、有効活用、まあ、動画は残りますよ、動画残るんで、動画残ります。いやでもまあ大きな変化が訪れるな、またでもこれ結構すごい決断っちゃ決断、いやすごいと思います。何気なくパッて決まったけど、いやこれはすごい、なかなかないっすよね、こういう、こういうのって。これはすごい、もうほんと This is ヒカルって感じよね、まあ、これはできんよ。 This is ヒカル、ヒカルよろしく。460万のチャンネルだからね、引き締まりますね。いやだからマジで気合入れていこう。そうっす、マジでネクストの動画ほんまに気合入れよう。よっしゃー。いやマジでメインチャンネル見とる人に面白くないって言われへんように本気出す。OK、うん、よっしゃ、はい、行きましょう。ネクストここに戻ってきてよかったって思ってもらえるように頑張るんで、ね、はい、改めてお願いします。お願いします。よっしゃ、じゃあメイン最後いったれ。じゃあいったれ、いったれ、いったれ、ちょっと待って、初めての言葉言ったね。言ったね。言ったね。メイジ。言ったね。決めたね、メイジ。まあまあ最後はメインですもんね。メイン、メイン、言ったね、言ったね、言ったね。おっしゃ。行くぞ。フェイドアウト、フェイドアウトした。フェイドアウトした。ちょっと恥ずかしい。仕事終えたから。はい、ちょっとね、これ緊急動画差し込んでるんですけど、あのネクステ動画をメインチャンネル出すみたいな収録投稿するって言ったんですけど、はい、もう一度ちょっと前言撤回させてください。あの日から2日経ちまして、ヒカルチームでもいろいろ話し合って、まあ、入江さんとか高橋さんとかあと前さんとかでも話し合って、収録投稿っていうのに縛られたら本当の意味でヒカルが出ないんじゃないかっていう話になったんですよ、うん、やっぱその僕の周りにいる人たちって、まあ、ある種僕のファンみたいなとこあって、尖ってるヒカルっていうか攻めてるヒカルを見たいっていう、もっとこの行き切ってる、突き抜けてるような企画、そういう動画だけが見たい。まあたまにはもちろんね、このほっこりするやつもあってもいいと思うんですけど、でもやっぱ弱い企画は見たくないっていうので満場一致したんですよ。でその結果、正直収録にとらわれるとクオリティが落ちる時があるんですよね。だからもう俺完全不定期にさせてください。自分が納得いく動画、やっぱ俺はある程度センサーがあって、これは多分ミリオン行くだろうなっていうのと、これ行くか分かんないなっていうのと、これまあ行かないだろうなっていうのとか分かるんですよ、うん、で間違いなく絶対行くなっていう4つぐらい分かれてるんですよね。で正直収録投稿になってると絶対行かないはないんですよ。ただ行くか分からんなぐらいのラインも出しちゃうんですよ。でなんだったらちょっとネタがない、ストックない時とかはちょっとこれ多分行かないだろうけど、ワンチャン流れさえよかったら行くかなみたいなの出しちゃったりするんですよ。で最近そういう動画続いてて、今時系列で言ったら2月23日なんで、タイトルで言うと俺の中でも絶対これ行かないなって分かってて出した動画が、10年ぶりの子で休み何するとか、はいはいはい、休日で考える、今これ2日で64万再生、あと母親体験、自炊生活したらお金の凄さ分かった、これも20時間で42万再生、もう全然ダメなんですよとかはもう分かってたんですよ自分で。でももう苦し紛れで撮ったんですよ、ぶっちゃけ。この辺って正直その自分が心から出したい企画かって言われたら正直そうではない、でも最低限ファンの人なら見てもらえるだろうみたいなやつだったんですよ。そこをもう出さないっていう、弱いなと思ったやつはサブチャンネル出します。だから動画の撮影自体はこれまで通りバリバリやっていきます。ただ撮った中で精査していって、これはもうメイン級だ、これはもうさすがにちょっとメインしんどいなって言ったらサブチャンネル回したりとかでやっていこうと思います。ネクストに関してもそうで、3日に1本出していったんですけど、ネクストも週に1本しかいいの撮れなかったらもう週に1本にします。もう本当にクオリティ厳選していきます。納得いく動画だけを、このあったやつだけを出していきます。 もちろんその中にも良し悪しっていうのはあると思うんですけど、でも多分間違いなくこう尖ったヒカルが好きとか YouTuber ヒカルの一番いいところを出そうと思ったら、それがベストかなと思ったんで、カムバックヒカルで。よっしゃー、来た。ちょっともうこれね、本当にね、チーム内会議で言われたんですよ。ぶっちゃけこのもうある程度全お金稼いだと、チーム自体が稼いで、ある程度恵まれた環境にいると、その中でじゃあ何が今一番楽しいなってなった時に、もう入江さんとか高橋さんが、いや僕たちはみたいな、ヒカルさんの動画がなんだかんだ一番楽しいんですよみたいな、それが尖ってる動画撮ってたりとか普通じゃない動画撮ってる時にそれを近くで見たりとかするのが一番楽しいんですよみたいななった時に、やっぱ俺も30歳迎えて、まあちょっと丸くなり出そうとしてるとこもまあゼロじゃないと思ってて、安定に、やっぱね、もっと尖るわ、もっと突き抜けよう、うん、じゃないと面白くないな。俺の価値なんてそこにしかないと思う。俺が安定飛行に入ったらもう面白くない。これぞ光るっていう企画を追い求めていきます。まあ、もちろん思いつくとき思いつかないときでそのランダムで差があるんで、めっちゃ思いつくときは週6とか出せたりすると思うんですよ、うん、あもうめっちゃ調子いいなっていうとき。でも調子悪いなってときは本当に週3本とかなるかもしれないです。でも YouTube に向き合う時間っていうのが減るわけでもないし、そこに対して本気で全力なんで、それはちょっと投稿頻度が減ったからっつって熱意がなくなったとは思わないでほしいなって思います。熱量高く、クオリティの高い動画を撮っていきます。マジでこだわっていきます。ちゃんとサムネタイトルからも本当にたくさんの人見てもらえるとか、あと中身自体もしっかりしてる、あこれって光るしか撮れないなっていうようなやつを撮っていきたい、それを見てもらいたいっていう思いがあるんで、もう前言撤回動画でもう一回前言撤回入るのもちょっとやばいんですけど
もう本当に今高かった時期なんですよ今、うん、30歳っていうねこう節目でこの変化の年っていう風に言われるじゃないですか、20歳30歳ぐらいっていうのは節目なんで、本当にまさにそれが来てて、なんかめっちゃスッキリできたなって思ってます。いややっぱ収録ってやっぱりなんだかんだ大変なんですよ。大変ですね収録マジで。そうやっぱその追われて追われて出すみたいな、なんか出さないといけないから出すっていうのを俺はもうやめにします。で今トップ YouTuber のね個人でやってる人で言ったら、まあ、僕の上を考えた時にもう始めしようとヒカキンさんだと思うんですよ、うん、ソロ YouTuber だったらもうその2人だと思うんですよね、並ぶもしくは僕より上の人って。でその2人は今多分不定期投稿なんですよ、多分曜日決まってないと思うんですよね、結構2日に1本ぐらいのペースなんですよ。だから週で言ったら 3,4 本なんですよ動画自体は。出えへん時はもう週2本とかだと思うんですよね。で実際それでクオリティ高い動画出してるんで、俺もそっちに切り替えます。いややっぱね、なんかファンの人とここまで二人三脚みたいなとこで来たとかあるんで、投稿頻度減らすってやっぱ嫌なんですよ。嫌なんですけど落ちたくないっていうか、落ちた自分を見せるのが一番嫌というか、それが一番ファンを望んでないんじゃないかと思うんで、僕がオワコンになるってことは許されないことだと思ってるんで、ファンの人に対してね。だからバリバリ最前線でやっていくためにも大きく舵を取ろうかと思いました。まあ、だから投稿頻度とか曜日全く縛らないです。例えば時事ネタでうわこれ来たって思ったらすぐ撮ってすぐ出しますとか、本当に思いのままにやっていきます。これ出したい出そうとかっていう感じで定期投稿でやっていくので、不定期投稿って考えたらストックなんか考えんでいいやって。まあ、まあそういうことだってストックなんか出さんかっていいんやから。でも収録ってやったら順番どうしようとか、まあ、もういろいろ考えるんですよ。なんかそのそれがもう煩わしいなっていう。わかりやすく言ったらあれですよね、だからいい魚が取れた時だけ運営する寿司屋みたいなもんですよね。そうです、まあまあ、本当にそんな感じで。でちょっと鮮度悪い魚取れた時はサブチャンネル上げとくんで、でもサブチャンネルの更新度自体は多分ほぼ毎日に近いぐらい上がると思うんで、はい、でもこの1週間2週間本当にマイスさんと結構この件話してたんです。まあずっと話してたっすね。実は俺とマイスさんはかなり話してて、まあ、ね、まあ、そうやっぱ分かるじゃないですか、僕もずっと見てるんで。やっぱ動画の今の企画が弱くなってるとかもう分かってたんですけど、でもやっぱヒカルの意思もあるじゃないですか、そこはやっぱりヒカルは決定権あるんで。でギリエさんとどうしますみたいな、このまま企画力が弱いままいっちゃうとヒカルの影響力も僕らは伸ばしたいけど下がっていくんじゃないかみたいな。余裕がないからやっぱその脳にも余裕がないから焦って動画撮るみたいな、まあまあそれはありましたね。そう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 、だからほんま余裕ある時って俺ってめっちゃ出てくるやんネタ。俺ってその余裕ある時ってのがもうこんなネタ出てくるかってぐらい出てくるやん。しかも大体バズるそうなやつばっか出てくるやん。でも調子悪い時ってやっぱその調子悪いネタしか出てこへんやん、うん、でも収録投稿決まってたらその調子悪い時もやっぱやっていかないといけないっていうのをやってたんですよ今まで。それをなんとかごまかして見せようみたいな、もうそういうのやめます。本当に納得いく動画撮れたら出します。で体調悪くなったら休みます。体調不良になったらもう誰かに任せるとかじゃなくてもう休業です。俺のチャンネルの動画って俺しか撮れないんで、俺抜きで動画撮るとかよく考えたらあかんわっていう。自分が関与してない動画なんか出したくないし、ヒカルプロデュースって基本的には行きたいなと思ってるんで。でもちろん俺がドッキリとか仕掛けられたりとかする時もあるかもしれんけど、それもちゃんと最終チェックして納得できるクオリティやったら出す。その基準を自分の絶対ここなら大丈夫だろうっていう今まで YouTube を8年間やってきたその基準を下回ってたら出さないっていう風にするんで、もうあと本当に一本の動画で何回こう言い直すんだみたいなのあるかもしれないですけど、本当にそれに関しては申し訳ないんですけど振り回しちゃって。でもそれだけ本気なんです。俺8年経ってもまだ本気なんですよ、この場所に、この YouTube って場所に。なんだかんだ全力なんですよね。だから皆さんのね期待に応えれるような、がっかりさせないような YouTuber 光るというキャラクター個性で続けようと思うので、まあ明日以降の動画楽しみにしててください。いっちり光るらしい動画仕上げておこうと思うのでね、それを楽しみに待っててほしいなと思います。じゃあコメント欄ね、前の動画の時みたいにお帰りで埋め取ってください。ただいま。